言ったら何？それ以上社長の悪口言ったら許さない。上等じゃないの。でもいいの。うちの事務所ね、その気になればあんたんとこの事務所くらいあっという間に潰せるんだからね。それが嫌なら今すぐ土下座して謝りなさい。それとも終わってる社長と一緒にあんたもこの世界から消えちゃう？じゃあ連絡しちゃおう。あんたも社長もこれで終わりね。やめて。はあ？やめてください。何？口だけ？やめてください。頭は頭つけなさいよ。おい、何してんねんお前ら。いいじゃないの堀江。社長、久しぶりね。二人とも元気？別に。はるか、お二人に土下座して差し上げて。え、どういうこと？ただし、あなたたち本当にいいのかしら。何がよ。昔と違って今のタレントにオフはないわ。あるとしたら自分の家の中くらい。一歩外に出たらそこは営業の場よ。ブログや SNS、 いい噂も悪い噂も一瞬にして世界中に広がる時代。こんなところで他社のタレントに土下座なんてさせたらどうなるんでしょうね。ライバルを蹴落とそうとして逆に自分が転げ落ちていったタレント、私も嫌というほど見てきたわ。あなたたちはその典型みたいね。行こう。前なんだか冗談が通じなかったみたい。うん、バッカみたい。マイ、アズサ、元事務所仲間のヨシミで忠告しといてあげる。実力は嘘をつかない。ライバルを恐れるのは自分たちの実力に自信が持てないからよ。誰がそんな子ライバルだなんて思ってないわ。だったらハルカに関わってなんかいないで自分たちの芸を磨くことね。可愛いだけのアイドルじゃすぐに飽きられるわよ。行こう。はるか、ありがとう。これは。あら、私へのプレゼントじゃなかったの？でも違ったのかな。私に似合いそうなのを選んでくれたのかと思っちゃった。え、私そういうデザイン大好きだから。ありがとうね社長。さ、約束よ。今日はこの後買い物に付き合ってもらうわ。少し支度があるから一度事務所に戻って待ってて。いいわね。はい。ね、うちカレーがいい。あら、ほんならカレーにしようか。パパ、はよ、うち帰ろう。はいはい。